アーベはフォルクスワーゲンが製作した空力実験車両である。車両名は空力実験フォルクスワーゲンに由来しており、18ヶ月にわたり延べ400時間の風洞実験により CD 値は0.15と極端に低い数値に抑えられている。エンジンはフォルクスワーゲン LTO をベースとし、直噴システムを備えるディーゼルエンジン。 水冷直列6気筒 2383cc で、下級圧2.7バールのターボチャージャーとインタークーラーを備え、175PS、4700rpm、30kgm、4100rpm。トランスミッションは、アウディ100用の4足 MT を流用しているが、リンケージは、ケーブル式に変更されている。燃料タンクは130リットル。 タイヤは195、50VR のピレリ P8。ホイールは7イン幅のスリーピース。サスペンションはバンク走行を有利にするため内側が低いセッティングがされている。1980年にナルドサーキットにて国際自動車連盟公認のディーゼル車速度記録に挑戦した。ドライバーはケケロズベルグとヘルムートヘンスラーが担当した。 記録は 1km フライングスタート時速 344.50km10km スタンディングスタート時速 245.84km100km スタンディングスタート時速 338.88km500km スタンディングスタート時速 345.26km1 時間スタンディングスタート時速 353.41km 最高速度時速 362.07km。後ろから4つは、メルセデス・ベンツ C111-3 が1978年に、樹立し保有していた記録を破ってのものである。また燃費も、非常に良好で、時速 250km 巡航時 16.67km、L、最高速度記録時ですら 7.35km、L であった。ありがとうございます。